ここからは私たち3人が罰ゲームをかけてゲームで対決していきたいと思います。頑張るぞ。はい、今回やるゲームがこちらです。うわ、何が何ですかこれは。すごいすごいね。リアルが強いてますよ。王冠何すごい持ってましょうか。いいんですか。すごいよ。ありがとうございます。はい、こちらはですね、じゃん、王様ビュッフェゲームというゲームで、この王冠を頭にかぶって遊びます。はい、これ実際に私がかぶってみますね。まだ面白いね、これ向き合ってるかな。あ、めっちゃ王冠でかぶると似合うよ。本当ですか。すごい、背筋が良くなりますね。すごい。こちらかぶっていただいて、うん、王冠についてるここボタンがあるんですけど、うん、ちょっと私見えないので今ボタン押してもらっていいですか。あ、緑のボタンがありました。はい、こちらを押しますね。はい、いきます。ポチポチポチ。あ、こちらボタンを押すとフォークが、ま、回りますね。フォークのお菓子を手を使わずに食べるというゲームです。しかも数を競うのでこれ大事なんですよ。皆さん声聞こえますか。集中できないですね。聞こえてるんですけど何も入ってこない。やばい。しかもこれは1分間音楽が鳴るので、その間に食べられた数を競うっていう。めっちゃ唐突に止まるんだね。そうですよ。ちなみにこれ一番食べた数が少なかった人には罰ゲームがやばあります。ではこちら早速やっていきたいのですけど、うん、誰からやりますか。でも私このタイミングなんですけど、はい、今口内炎できててめっちゃ痛い。この辺にできててめっちゃ痛い。はぁって言ったらなりそう。じゃあ私からいきます。お腹すいた。いいですね。お腹すいた。では熊崎さんからの挑戦です。はい、はい、すごいよ、いっぱい。体感式だ、体感式。マシュマロいっぱいついてる。わあ、けどめっちゃ甘くていい香りするよ。安定感あります。いいですね。いいですね。今これぐらいでいいですか。おお準備はいいですか。はい、こんな絵初めて見える。はい、それでは熊崎さんの挑戦です。ゲームスタート。ピピッ。よだれ垂れるわ。え、だってマシュマロにリップついてるもん。いったよ。あとちょっと。ああ、いきそう。ああ、待って。頑張れ。頑張れ。ああ、待って。やばい、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 いけるよ。いった。あ、頑張れ。ああ、もう一個いける、もう一個いける。あ、コツつかんできた。やばい、もうちょっとで1分じゃない。頑張れ頑張れ。いけ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 。ああ、体いっちゃうね。ああ、終わっちゃった。終了ですね。では熊崎さんの食べたのは1個。でもすごいですよ。むずこれ、めっちゃ難しい。こんな目の前にやるのに食べれないんだもんね。もう本当にお腹空いてる時にちょっとこれは地獄だよね。ですね。すごい厳しいですね、ちょっと。うわ、食べようとしたら落としました、ごめんなさい。息が良すぎちゃって、すいません。それでは続いて次の人いきたいと思うんですけど、川田さん。絵が怖いね、MC の邪魔して。ごめんなさい。すいません。では続いては2人目は鎌田さんに挑戦していきたいと思います。はい、やります。頑張れ鎌田。口内炎はちなみにどこにできたの。あ、気になる。あ、右結構。あ、下唇のところに。あ、できてるね。これか。痛そう。痛そう。いっぱい当たれ当たれ。それでは鎌田さんの挑戦です。ゲームスタート。ポチッとな。お鼻に当たってない。やばいやばいやばい、今のやばい、いけるいけるいける。あれはあれは今あなたは手を使いましたよね。